はい、泣いたね。鳥さんおるね。鳥さん痛みになっちゃう。温かいお部屋行く？モキシデキシンっていう名前の薬なんですけど、これあの飲んだりするんじゃなくて皮膚から吸収する。で、まあ1ヶ月ぐらい効きますよ。で、体の表面の寄生虫、まあそれは痛いと思います。例えばハムシとか海鮮とか、それからあと消化管内の寄生虫。が血管につく寄生虫の細長いやつ、ちっちゃくて細長いやつを、治療予防してくれます。で、割と副作用なくできます。で、もともとは50年ぐらい前から入れるメクチンという薬がありましてね、動物では先に出てて、産業動物ですけどね、それで、まあ、その後、ワンちゃんの左目の予防でこれ使ってるんですね。で、30年か40年ぐらい前から人用が出たんですね、このイブリワクチン で日本ではそんなに活躍はしてないんですけど、世界的に見るとアフリカとか南米の人たちってね、川辺に住んでる人は蚊とかに刺されてちっちゃな虫が入ってきちゃうんですよ。でそれが目に行く人がいるんですね。目に行って 目が見えなくなる人、そうそうそう、オッコセルカ病っていうんですけど、でこういう人たちにこのイブリワクチンをちょっと一定の地域の人に飲んでもらったら割と副作用がなくね、ちょっと下がった。また翌年も飲んでたらまた下がった。でこれすごいよねっていうことになって、この薬を発見したのが日本の先生で、7年ぐらい前にノーベル賞を取った大川先生かな。そういう薬です。でそれ人間は飲むんですか？そう飲む。人間は垂らすのはないですね。であと、もう一個コロナね、今5類になってますけど、当初は治療薬もないし、亡くなる人も多かったし、ワクチンもないし、でその出た当初からこのコロナに対してなぜかこの抗寄生虫薬であるベルメクチンがコロナウイルスの増殖を抑えてくれるって言われてたんですよ。実際に抑えてたみたいなんですけど、で日本では結局これは認可されなかったけど、世界的に見ると使われたんですよ。アメリカとかヨーロッパとか、特にインド、東南アジア、インドでパンデミックが起きた時まだワクチンないから、政府がこのイベルメクチンと抗生剤と抗酸化作用のあるビタミンを国民に配ったで抑えてるということがあって、まあ、これはちょっとオキシだけなんだけど、そういうお薬の進化した薬でモクシデクチンとかセラメクチンとかね、いろいろあるんですけどもね、そういうのもモクシデクチン、ここに来てた時にその人使ってますわ。でこれをスプレー垂らしてみましょう。今度ね、で一回薬をやめて観察さえに思い通りしてください、ね。はい、それがでまた薬はやる可能性はあるんですけども、まあ、とにかく一回ちょっと休んで、体重がさ、ちょっと元がさ41か42なわけだからさ、一番最高の見たら44だったんですよ。はい、観察し始めて44、ここが44だった。9月の7日が44だった。ああ、だから投薬始める前ですよね。あ、そういうことか。9月9日から投薬が始まった。ああ、そこからじゃあ落ちてったんだ。これでさ、朝なの、夜は。体重は朝です。体重朝です。はい、もし測れるんだったら朝と夜で測る。はい、両方ですね。そうすると朝よりも夜の方が多分高い、1グラムが増えてるんですよ。はい、わかりました。測れる人は朝、夜測っていただきながら、はい、そうなんですよ、44だったんですよ。じゃあそれが、そうだ、5グラムも減ってるのでちょっとさすがに心配になってきて、だからこのままでいいかと。毛引きの治療をガンガン進めていってもさ、ストレスみたいだから。で、あと、そうは言うものの、はい、治療の一環としてね、もう一回、もう治療は飲ませなくていいからさ、はい、スケムブトン、これは言いましたよ、はい、言いましたよね、はい、手で食べさせる、はい、一口ね、はい、一口食べさせるご褒美としてね、はい、手で食べたらとにかく褒める、はい、触る、言葉で褒めるが触る、はい、それは大好きですね。で、それができたら
あれね、名前を呼んでアイコンタクト、うん、できたら褒める、ご褒美あげて褒める、うん、おいで、ご褒美あげて褒める、うんうん、慣れたらあのクレートレーニングとかハウスってやつもやってもいいんですけど、はい、ここまでお毎日やってください、はい、うん、あの治療はしないからね、はい、でそれでちょっと体重が増えてきたらおいでってこう食べさせて、はい、持って撫でて、でまたこうやって治療の時こう持たなあかんでしょ、はい、それもストレスだと思うんですよ、そうですか、うちではずいぶん持たれちゃってますけどね、あ、そうなの、主人にも私にもあのぐいぐい持たれます、あ、本当いや要するにこうやって固定することがストレスになってない、そういう感じじゃないですか、あ、いやでももちろん嫌がりますけど、うんうん、あのもう一気あのノーマルの方は持たれて、うん、こうここをこうクチュクチュやってくれて、ボーってやってるので、ちょっと真似はしてます、あ、そうですか、はい、気持ちよさそうにやる時もありますし、大抵は遊びたいので、うんうん、あの逃れたいです、なるほど、わかりました、それとあとは日光浴は、に、あ、日光浴はここにず順番に書いてあります、はい、10分とかできる、はい、まあ、あの暑さが収まってきたので曇りの日は15分ぐらいで、昨日はもう雨だったので、雨の日はやらなくていいです、はいはい、だからそう、それと日光浴ね、はい、日光浴はやってください、毎日、はい、うん、あの天気がいい日はね、はい、うん、雨の日はやってもおかないと思いますから、はいはい、曇ってれば多少はいい、そう、曇りはちょっと長めにしてみましたけど、うん、あんまり効果あったかどうかは分かりません、そう、日光浴してください、はい、でちょっと体重戻しましょう、はい、ということですね、はい、ありがとうございます、ちょっと好きな基本ね、まだ言ってたけど、はい、これちょっとやってくださいね、はい、はい、みんな起きています。